疲れ様です。共に3段目でなんと6勝1敗、好成績です。おめでとうございます。イエーイ一人で言えっていうのは変ですけど、とにかくあれですね、川淵君はおそらく幕下復帰、まあ、ほぎばれだと思います。そして天音ちゃんは新幕下、もうほぼほぼ決まりですね。おめでとうございます。これでコート切れますね、番傘すごいですね。思えば何年前だろう、4年前かな、新女出世で足をプルプルさせながら即帰ができなかった天音君が、あの天音君がなんと幕下です。おめでとうございます。まあ来場所2人とも新天地で頑張ってください。頑張ります。